月9だよ、全員集合。はよっ、今日はこれが3万円のステーキです。ふはー、柔らかくてひょろけますね。うわっ、何これ、あひょひょじゃないのよ。こういうのって憧れるけど、ちょっとお金があってもなかなか手が出ないわよね。そうだね。でもお姉ちゃんは食べ物はダメでも同人誌なら同じ金額出せるんだ。趣味と食事はかけられる情熱が。今月も苦しいんだよ。ねえ、ひかげちゃん、そこに積んであったお姉ちゃんの同人誌知らない？え？雑誌とかと一緒にあったんだけど。あ、どうしよう。多分この前古雑誌だと思って捨てちゃったやつだ。お姉ちゃんすっごく怒るよ。また一週間夕飯にお肉なしとか、罰が。ごめんなさい。間違えて捨てちゃって。あらあら、泣かなくてもいいのよ。正直でいい子ね。許してくれるの？当たり前じゃないの。あのお姉様、それは一体。買い直してきた同人誌よ。今月は厳しいから当分塩がゆで我慢してね。ただいまーん。おかえりー。あー、お姉ちゃんまた無駄遣いしてきて、今月は苦しいって言ってんじゃん。そこまで言わなくても、頑張ってるひかげちゃんにお土産をって思って。え、あ、そうだったんだ。はぁ、あ、どうしよう。お姉ちゃんだって毎日お仕事頑張ってるのに勢いで当たっちゃった。ひかげちゃんが好きそうかなって。ってこれ同人誌に見えるんだけど、私同人誌とか欲しいなんて言ったことないよね。というか自分も見るつもりで買ってない？ん？私これの元ネタ全然わかんないし。どうせなら食べ物の方が嬉しかったのに。一応ひかげちゃんが好きそうなのっていうのは本当なのよ。それにお姉ちゃんの趣味も理解してもらえたら嬉しいじゃない。おすすめだから一度読んでみてね。あー、満足満足、もう食べられないにゃ。なんでなんてこと。何満腹そうな顔してんのよこいつ。ただいま。おかえり。お土産を。またか。またこんな、うちには過ぎたものを。 DVD プレイヤーまだ動くのに。今は必須よ。お姉ちゃんさ、今月は厳しいんだから無駄遣いはやめてよ。あら、困ったわね。それじゃあ契約しないと。とりあえず食費とか半分くらいに。あー、なんでオタクっていつも食費から削るのよ。大人になればわかるわよ。食よりも優先すべき何かがあるって。そんな子供なんだから勘弁してよ。食べさせてよ。宮川家の空腹。あれ？ん？ちょ、切れたよお姉ちゃん。曲切れた？あー、仕方ないわね。え？お金が足りないから、ここまでしかできてないのよ。なあ。頭金だけは払えたんだけど、その額ではこれだけしかできなかったみたいね。そういうものなの？今回は前山田先生との契約でそうなったみたい。曲全部作ってもらうためにお姉ちゃん頑張って働くから、ちょっと待っててね。え？お姉ちゃんが働いて払わなきゃいけないの？これってもっと偉い人が払うものじゃ。それは大人の事情ってものなのよ。ごめんなさいね。どこまで貧乏なのよこのアニメ。